どうも連続起業家ライオン兄さんです。誰でもセルフ年金が作れるお金の学校というテーマでチャンネルを運営しています。はい、で今回のテーマなんですけども、コロナのワクチン開発で株価が爆上げということで動画を撮っていきたいと思います。で冒頭に告知させていただくんですけども、この度ライオン兄さんは無料オンラインサロンを開設しましたので、こちら無料でご参加していただけますので、動画説明欄の方をご確認ください。はい。でですね、昨日ですね、株価が、ニューヨークダウがね、一時1500ドル近く上昇したと。で、現在もダウは3万ドル目前で推移しています。で、本日が11月10日になってるんですけど、11月10日の現在が午前10時30分頃なんですけど、日経平均もね、2万5000円台に乗せてきてますよということですね。はい。で、一応バイデン候補が先週末のね、大統領選挙で、勝利が確定した後の初の取引が、9日の月曜日だったということですね。はい。で、どういうふうな動きをするのかなということで、ダウの先物がね、もうニューヨークマーケットが開く前からもう500ドルぐらい上がってて、で、マーケット開いたらもう1000ドル以上上げてるってことで、とんでもないぐらい上げてるということで、これについてね、いろいろちょっと解説していきたいと思います。でですね、そのマーケットが開く前、先週末とかは、為替がもう103円台前半までで推移していたと。で、月曜日ですね、昨日の、東京市場の時も、103円台前半とかになってたんですね。でちょっと私、用事で出かけてて、家に帰ったら、ちょっとドル円安いから買おうかなってね、ドルを買い付けて ETF とかアメリカ株ね、押し目のところで買いたいんで、ドル、現物買っとこうかなと思ってたんですけど、ちょっとバタバタしててね、外出してるときは買えず、家に帰ったのが、夜の6時とかそれぐらいですか。もうその時点で104円台に入ってたんですね。いやー、買い逃したと思ったら、もうニューヨーク開いたら、もう105円台ということで、昨日だけでも2円ぐらい上がったんですね。で、これもかなり、為替もかなり異常な動きをしました。はい、ということで、昨日はバイデン候補の大統領、ね、選挙の勝利後の初の取引だった。で、選挙の行方の方は、おさらいなんですけど、トランプ氏は郵便投票に不正があったと、法廷で争うということを言っています。で、長引くかもしれないんですけど、一応マーケットとしてはトリプルブルー、ね、民主党、バイデン候補の民主党のトリプルブルーにはならない。見込みから、バイデンさんはもうなんか課税するとか、ね、キャピタルゲイン課税、ね、株とかでね、儲けた税金を倍にするとか、法人税を引き上げるとか、株にとっては良くないことを言ってるんですけど、それはそう簡単には、規制できないだろうっていうことで、楽観視しているというところですね。ここ、また、前回の資料をね、使ってもう一度復習したいと思います。個人的な感想なんですけど、後でね、チャートとか、全体のマーケット見ながらちょっと分析したのを取りたいと思うんですけど、マーケットっていうのは期待で動いてるんですね。このワクチンのこともそうなんですけど、期待で動いてるんで、ちょっと期待で上げすぎてるんで、ちょっとしばらく経てばクールダウンするんじゃないかなっていうふうに、個人的には予想してます。なので、ちょっと今日1日、明日1日ぐらいは様子見た方がいいんじゃないかなと思っています。はい。ということで、選挙の部分ですね。はい、こちらの資料をちょっと軽くおさらいします。はい。で、バイデンさん民主党ね、ということで、金融政策はQE ですね、これを継続するだろうということです。で、今株価が上がってるのも、この追加の緩和が近いんじゃないかっていうことで上がってるっていうね、アメリカのファンドの意見もありました。そういう記事も出ていました。でですね、財政政策で3兆ドルのインフラ投資っていうのをやるとは言ってるんですけど、この財政政策と金融政策の両輪でアメリカ株価を上げていくっていうことでね、前回の動画でも言ったんですけど、増税をするって言ってるんですよ。この増税の部分何なのかっていうと、法人税をね、21% ぐらいから 28% ぐらいに上げると。で、投資のキャピタルゲインの課税を、これも 20% から 40% に上げるっていうね、ちょっともうクレイジーなこと言ってるんですけど、これは、そう簡単にはできないだろうと。あとはなんか GAFA ですね。GAFA を解体するとか。GAFA ね、強くなりすぎてるんで、そこをなんか規制するみたいなこと言ってるんですけど、そうすると株には良くないんですけど、それは、それもね、バイデンさんのこの民主党が、で全部トリプルブルーにならないっていうのも確定したわけじゃないですよ、それもちろん。なんか今のところは上院は、共和党になるんじゃないかっていうふうに、それが有力だっていうふうに言われてるんで、完全に期待で動いてるんですね、株は。はい、なのでちょっと様子見た方がいいですよっていうことはあります。はい、じゃあ、チャートとか見ていきましょうか。はい、ではまず世界の株価から見ていきたいんですけども、日経平均25,000円乗せているのと、ニューヨークダウ、昨日とかね、すごい 4% とか上げてたんですけど、ニューヨークダウ見ていくと、そうすると、ここですよね。これが昨日すごい上げたんですけど、ちょっとやっぱヒゲで戻されてるんですね。で、この上げは、やっぱりなんかその大統領選挙とかのことで、ヘッジでショート、空売りしてた人とかが踏み上げられて、で、損切りで結構上がっていったっていう形ですね。ちょっと1時間足とか見てみましょうか。いう感じでこうズボンって上げたと。ただ、この上げたところでは、やっぱり、ある程度のね、投機する人が短期的な投資してる人の利益確定とかで下がっていってるんで、ヒゲで戻されてるんで、ボリンジャーバンドの上に当たって戻されてるんで、ちょっと一回調整あるのかなっていうふうに私は、このまま上げていくのか、調整するのかっていうふうなところなんですけど、調整してもおかしくないかなっていうふうには見ています。はい。で、ダウはね、こんなね、2.95% も上げてるんですけど、ナスダックは結構下げてるんですよね。ちょっとチャート出ないんで、申し訳ないですけど。はい。ということで、遅れて、こっちも調整してもおかしくないってことですよね。はい。で、恐怖指数はちょっと上げてるんですよね。なので、ちょっと心配ですね。はい。で、あとは、ゴールドが結構下げました。昨日は、昨日ですね。昨日は、リスク資産買われたということですね。株すごい買われました。で、ドル円も上がったんで、円が売られて、安全資産の円が売られて、ドルが買われたってことですね。で、ゴールドが結構下げました。すごいでかい陰線が出ました。ズゴーンと出ました。なので、ここで、ね、ボリンジャーバンドの下に当たってるんで、もしくは反転というか、ちょっと上げていくかもしれないですけど、結構この下げはでかかったです。ということで、安全資産は売られたっていうことですね。ワクチンに関するね、それも確定ではないですけど、一応なんか、期待みたいなことで、金額を下げたということですね。はい。で、それに伴って、ドル円ですね。ドル円が、昨日はすごい、上げました。めちゃくちゃでかい陽線が出ました。で、ちょっとこれね、ボリンジャーバンドで見てるあれなんですけど、75日か25日かちょっと忘れましたけど、移動平均線、これちょうど当たってるんですね、ここね。なので、過去に、ずっと、トレンドラインとか引くと、なんていうんですかね、抑えられてきたところですね。ここに当たってるんで、ドル円ここでちょっともう一度ね、折り返すかもしれないんで、もしね、ドル買おうかなとか、アメリカ株買おうかなと思ってる人は、ちょっと今買うのはドル高いんで、もうちょっと待って落ち着いて、この辺に落ちてきたところで拾うのがいいんじゃないかなと思ってます。ちょっとこれは過剰に上げすぎたんじゃないかなって。ここでね、マックディとかはゴールデンクロスしてますけど、なんかこっから、ね、このマックディの口がバッてこういう風に開くっていうような感じじゃないと、ちょっと横になっていくんじゃないかなっていう風に私は分析してるんで、もうこのクロスはちょっと信用性低いと考えています。はい。でですね、金はこうやって下げてるんですけど、ビットコインが意外に下げてないっていうことなんですね。下げるかなと思ったんですよね。私はちょっと昨日の夜ね、一部利確したんですけど、ちょっとここでバッて上げて、でちょっと上髭が出て、この下げて、高値圏で揉み合ってるみたいな形になってるんですよね。冷やしとかで見ると、全然まだまだ、マックディとかこうやってね、開いていってるんですけど、なので、金が下げたんで、ちょっと最近金とビットコインも相関してるかって言ったら相関してなさそうな感じもするんで、ちょっとわかんないんですけど、高値圏で揉み合った後、遅れて急落してもおかしくないんじゃないかなっていうふうに思ってたので、その場合は、急落した下でね、今ちょっと結構持ってる人は、ちょっと一部利確して下で拾うっていうことをやってもいいかもしれませんし、ただ長期的に見ると、長期的っていうか中長期的に見ると、FRB は2022年末までゼロ金利を継続してるっていうふうに言ってるんで、そう考えると、ゼロ金利の間っていうのはドルがやっぱ売られやすいってなるんで、そう考えるとやっぱ金とかビットコインは、ファンダメンタル的に考えると上げやすいっていうことですね。ちょっと1時間足見ましょうか。ということで、165万円ぐらいつけて1回下げがあって戻してきて、ちょっとここをダブルトップみたいな形になるのか、ね、わかんないです。わかんないです。それか、まあ、ね、ニューヨークダウとかだったらこういうダブルトップとかトリプルトップ三尊天井みたいな形になってもやっぱ強いんでね、抜いていきますし、ちょっとどうなるかわかんないんですけど、まあ、注意深く見といた方がいいかもしれないですね。一応、マックディのはかなり下げてますから、うん、買いの勢いは完全に弱まってるっていうことは言えますね。価格は同じぐらいまで165万ぐらいまで戻しましたけど、買いの勢いは弱まってるっていうことは、これは一つ現実的に受け止めた方がいいかもしれないですね。はい。ということです。まあ、全体的にはそんな感じですかね。はい。っていうことになっております。はい。なので、ちょっとね、過熱感があるので、まあ、1日2日、今日1日、明日1日ぐらいは様子見た方がいいんじゃないかなと思います。で、ブルームバーグの記事最後にね、見てね、まとめたいと思いますけど、まあ、ニューヨークダウはね、3万ドル目前ということで、世界株最高値更新ということで、まあ、その理由はワクチンやバイデンさんのね、勝利っていうところから楽観的に見方が広まっているということですね。すごいですね。ヨーロッパの方がロックダウンしてるのに、高値を更新しちゃうということですね。はい。で、世界の株式相場は9日、昨日ですね、日中ベースで、過去最高値更新しましたということで、バイデン前副大統領が勝利を確実にしたことや、米ファイザーの新型コロナウイルス候補の有望な試験結果を受けて、リスク資産の先行きに楽観が広がったということですね。はい。で、まあ、バイデン氏の当選確実が7日に報じられたことで、週明けも値上がりが続きました。はい、でまた、ファイザーがドイツのビオンテックと開発している新型コロナワクチン候補が、まあ、治験で 90% を超える確率で感染を防いだことが暫定結果で示されたことを受け、上昇はさらに加速したと、いうことですね。でも、これで完全にもうね、じゃあ解決したっていうことではないんですからね。一応そういう結果が出ましたっていうことで期待で上がってるだけなんで、なので、ちょっとね、しばらく様子を見た方がいいというのが私の結論でございます。投資の判断は皆さんご自身でしていただければと思います。はい。ということで、今回の動画はこれぐらいにしたいと思うんですけど、まあ、特にね、アメリカ株これからもずっと上がっていくと思います。ウォーレン・バフェットさんは2100年までアメリカ株は年間ね 6.5% 以上で成長し続けるだろうっていうふうにね言ってるんですけど、なので、まあアメリカ株の投資をねライオン兄さん推奨してるんですけど、具体的にどういうふうに投資していいかわからないっていう方に向けて無料の勉強会をしておりますので、動画説明欄の方をご確認ください。あとですね、ライオン兄さんの無料オンラインサロンっていうのを、作りましたので、動画説明欄の方から参加できますので、そちらの方もよろしければご参加ください。あとプレゼントなどもやっておりますので、こちらも動画説明欄の方をご確認ください。今回の動画が良かったと思われた方は高評価ボタンと、あとチャンネル登録。今回の動画が良かったと思われた方は高評価ボタンと、あとチャンネル登録もお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。